は切ってないです。髪は切りたいです。でもなんか最近これぐらい なんて言うんだろうこれぐらいの長さの子が多い気がして、そうちょっとね髪を切るのを躊躇しております。学校です。あ、テスト受けてた。お疲れ様です。こんばんは。仕事終わった。うん、お疲れ様です。カニ食べたい願望ですね。はい。私は今日は割と朝からあの佐藤理香と一緒にずっといたんですけど、あのすごいあの本当に幸せって楽しくて、本当にね楽しかったです。冗談抜きで本当に楽しくて、それであの2人で楽しすぎね、幸せなんでどうしようどうしようみたいな、もう幸せすぎてなんか明るい性格になっちゃうね、どうしようみたいな話をしながら過ごしておりました朝から。そうなんですよ、楽しかった。今はね見るねって言ってくれたの、この乃木曜日を。だからもしかしたら見てくれてるかもしれない、わかんないけど、え、見てる？見てんのかな。見てると嬉しいね。はい、そんなこんなで、おお、まずは乃木曜日選手権をやりたいと思います。今週の競技はツアーファイナル46秒 PR です。今度の土日に、うん、今週末ですね、乃木坂46真夏の全国ツアー2021ファイナルが行われるので、その PR を46秒ぴったりで行いたいと思います。 PR が週の中で最も46秒に近かったメンバーにご褒美として素敵なプレゼントが贈られます。ということで現在は昨日と一昨日ヤクボちゃんとさやかちゃんなんですけど、ヤクボちゃんが36秒、さやかちゃんが22秒だったそうです。すごい、この数字を見るとなんか46秒って長いのかなってちょっと思いますね。いけるかな。ツアーファイナルについて PR、 そうですね。はい、じゃあ行ってみようと思います。頑張ります。せーよ、ちょっと待って、うん、 OK、 よーいドン。はい、乃木坂46真夏の全国ツアー2021ファイナルが東京ドームで11月20日の土曜日と11月21日の日曜日に行われます。そうですね、私は初めて今回その東京ドームに立たせていただくんですけど、あ、ステージに立たせていただくんですけど、その広さの実感が初めてすぎてまだ分からなくて行ってなくて、でもバミリ、その自分の番号が今までのツアーの時は20番が一番大きな番号だったんですけど、あの横だと今回40何番とかもあって2倍以上広いんだなっていうのをその数字から知って、すごい想像がまだつかなくてドキドキしております。でもファイナルなのでね、すごい瀬取りも素敵な瀬取りになってるので配信でもどうぞ見てください。どうだ、え待って、喋りすぎた、1分。だってでもさ1分00ってさ結構さ、これはこれでね、あの素晴らしい1分目指してたとしたら素晴らしかったね。ほら喋りすぎちゃった。まあでも喋りすぎた分にはね、いっぱい PR ができたんじゃないかなって思います。はい、あ、やばい、閉じちゃった。これどうやって開くんだろう。どうやって開くんだろう。あ、開いた。はい、じゃあ書きますね。60秒。すごい、え、これってさひらがなで名前書いてるじゃん、そういう流れかな、そういう流れだよね。じゃあひらがなで書いとこう。はい、松尾美優60秒でした。ちょっと長かったようです。はい、でも皆さんぜひ見てください。はい、
てさて、続きまして、あれ、私は15分から始めたから今6分が経過したところですね。はい、大丈夫です。はい、うん、あ、それからあの12月15日水曜日、デビュー10周年記念ベストアルバムタイムフラ、ちょっと誰か英語できる方、タイムフライズ、フライズ、はい、フライズ、フライズですね、読めましたよ、はい、が発売されます。そして最後のタイトハグがあのミュージックビデオ公開されたじゃないですか。皆さん見ました？見ました？どうでした？私も見ましたよ、見ましたけど、あの本当にプリンセスでしたよね。あのこのプリンセスっていう表現でいいのかな、なんかお姫様、なんていうの、すっごい本当になんかどの場面を切り取っても本当になんか綺麗だし美しくて、本当にはーっていう、本当に全部の瞬間を写真に撮りたいぐらいなんか綺麗で、ダンスもすごい綺麗じゃないですか。びっくりしました、本当に綺麗でしたね。メルヘンだったねって、そう、森の中にいるあのワンピースドレスを着てるあの皆さんが本当に可愛くて綺麗で、すごいすごかったです。いっぱい見てくださいね。はい、それから10月26日から28日、28枚目シングルのアンダーライブが行われました。私も出場参加させていただいたんですけども、あの本当に3日間があっという間で、なんかすごい準備の期間は長かったなっていう、長かったっていうか、初めてやあの振りを知る曲が多くてすごい大変だなって思うことも多かったんですけど、でもすごいすっごい、なんだろう、一瞬で終わっちゃった感覚がして、うん、あ、配信で見たよって、嬉しい、アナザーゴーストめっちゃ良かったって、ありがとうございます。そうなんですよ、本当に一瞬で終わっちゃった気がして、そう、アナザーゴーストはあの3日間のために今回新しく振りを考えてくださってやったんですけど、すっごい好きな振り付けでした。でもなんかすごいね、たまみさんとまーやさんとやんちゃんと4人でやらせていただいたんですけど、あのお三方が本当にすごいじゃないですか、ダンスが。だから練習の時からちょっと、なんていうの、恐れおののく、なんていうんですか、今日、そう、すごいね、あーすいませんっていう気持ちが結構大きかったから、不安もいっぱいあったんですけど、でもすごい楽しかったです。はい、あとなんだろうな、あとはですね、最近何かありました？あ、恐れ多いか、恐れ多かった、日本語があんまり、そうなんですよね、まあすごい良かったよって言わせてるみたいですいませんねごめんなさいね、こんばんは、あ、どうもこんばんは最近ね、何があったかなと、何があったかな、最近記憶がちょっとあんまりちょっと飛んでることが多いんですけど、あ、最近そう歩いてるんです、結構、まあまあ今日も1万6000歩もう歩きました。そう、すごいでしょ、散歩、なんかどこか行くときにあの歩こうって思って歩いてます。そうね、1万6000歩すごいでしょそう、散歩してるの、散歩っていうか歩いてるの、健康的で、そう、健康的だよ健康だって、そうそうなの、
あとね、なんだろうな、ハロウィンがありましたね。あとはハロウィン、ハロウィンなんかしました？私はハロウィン、ハロウィン、ハロウィンの文化をあんまりしたことがなくてトリックアトリートとかご近所さんにしたことなくて、そうだからね、ハロウィンかって思いながら過ごしました。でもなんか思ってるより最近クリスマス感を味わうことが多くて、お家のクリスマスツリーもあのすごいね、何メートルぐらいあるんだろうな、私の身長よりもトントントンとちょっと大きい感じのクリスマスツリーがあるんですけど、そのクリスマスツリーにいつも赤とゴールド、あ、嘘ですね、赤とシルバーの飾りをつけてたんですけど、お姉ちゃんが今年は青いクリスマスにしたいって言うから、2人で買いに行ってオーナメント、まあ、まだお姉ちゃんに半分払ってないんですけどオーナメント代をそのオーナメントをつけて、今年シルバーとブルーのクリスマスツリーが完成して、そうでね、写真を撮ろうと思って撮ったんだけど、オーナメントって丸いじゃないですか、それでキラキラしてて自分が写っちゃうのだからちょっとあの撮ったけど撮ってないことにしましたはい、青いクリスマスいいですよ。耳赤いよって、そうなんかさ、今日あったかくないですか？わかんない、照れてるのかな私、わかんないけどね、耳すぐ赤くなるんです耳あったかいよね、今日あったかいですよね、今日晴れてた、すごいスキップしちゃった。うん、どうしようかな、今13分が経過したんですけど、私はあの、あ、待って、じゃあ先に宿題をやりましょう、そうしよう、そうしよう、そう、じゃじゃん、昨日ですね、昨日さやかちゃんだったんですけど、松江乃木坂4シーズンズにちなんで松の好きな季節についてお話ししてください、さやかよりだって。あ、1万人いたって、ありがとうございます、どうも1万人の皆さん、こんばんは、うつおみゆです。うん、松の好きな季節は秋です。なんか今日今冬だと思ってたんですけど秋です、秋なんですね。で今日が代表例です、私の好きな季節。なんか何だろう、夏と違って湿気もないし、でもあの涼しいんだけど寒くなくて、上着も別に、まあ最近ちょっといるかもしれないけど、でもあんまりいらないし、そう秋って最高なんですよね。そうだから秋が好きです、さやかちゃん、みゆは秋が好きです、ありがとう。はい、そうです。でもね、冬も好きです。春はね桜だね秋、そう秋は美味しいものもいっぱいありますからね。じゃあどうしようかな、私はやらなきゃいけないことは先にやっちゃいたい派なんですねだから宿題を出そうかなって思うんですけど、明日の分の。でもまだ明日は誰かを言いたくないっていうか、ちょっと秘密にしておきたい気分なので、あの先に宿題を考えますねでももう決めてるんですよね、決めちゃったんですよね。じゃあ誰だか予想しといてください、あの私の宿題の内容を見て、誰だと思いますか。何にしたの、決めたんですけど、決めたんです、最近のマイブーム、あ、今ね
正解の方いました。あ、2人目今2人正解の方いました。誰だ誰だ誰だと思います？あ、まだ2人しかね正解の方いないです。最近のブーム、ブーム、マイブーム、ブーム、マイ、最近のブーム、最近のの名前ね。あ、3人目、あ、4人目正解が増えてきた。ブームが知りたい、ブームを、ブームを教えてほしいです。教えて。間違えちゃった、と漢字苦手。最近のちゃんの、あ、ちゃんって言っちゃった。あ、どんどん増えてきてる正解の方が。ちゃんのブームが、ブームを教えてほしい、教えてほしいです。あと松尾、多分名字の方がめっちゃお腹鳴った。なんで今違うタイミングも違うよ、私のお腹。松尾みゆより、松尾より松尾みゆより、こんなんの悩む必要ないのに。でもさやかちゃんはさやかよりって書いてるからみよりって書くべきかな。なんだろう、み、松尾より、はい。じゃあどうしようかな。じゃあ後ほど発表しますね、誰か。だから考えといてください、誰なのか明日。じゃあおしゃべりしますか。待てないんだけどって言われてしまった。待ってください、待つことも大事です。そう、じゃあヒントは、かわいい、かわいい、みんなかわいいんです。かわいい、本当にかわいい、かわいいっていうか、なんかかわいいっていうかね、なんかめでてます。お家に持ち帰りたい、そんな感じです。はい、うん、じゃあなんかおしゃべりしましょう。何かあります？私に聞きたいこととか言いたいこととか。あ、すごい、正解の方がいっぱいいらっしゃる。すごいですね、皆さんよくわかりました。え、もう言った方がいいかな、気が気じゃないですね、皆さんの。よし、じゃあ書きますね。あー、バカだ、書きにくくしちゃった自分で。てれん、あやちゃんです。そう、つつつ、あやめちゃん、明日はあやめちゃんです、イエーイ。そう、あやちゃんはあれじゃない、私思ったんですよ、私たち2003年の代が今高3なんですけど、私たちがもう来年の4月、3月、2月には高校卒業するじゃないですか。そしたらあやちゃんが高校3年生になって、 JK あやちゃん一人なんですよ。あ、でもそう、新メンバーの皆さんもきっといらっしゃるけど、4期生っていうか今現状の4期生までだと JK あやちゃん一人なんです。そうなんです。だから私ちょっともうついていけないんですね。だからあやちゃんの最近の
すごいね、情報が早いじゃないですか。だからあやちゃん、あやちゃんそうね、 JK してるから多分わかんないけど勝手なイメージね。そうだからあやちゃんにあの最近のねブームとかを聞いちゃったりとかしちゃいたいなっていう、あのそう私の願いです。お願いします、あやちゃんそう、あやちゃんはね、さやかちゃんとハロウィンでイカゲームかなの仮装してたじゃないですか。もうキラキラしちゃって本当に可愛いね。そんな気持ちです。1個しか変わらないんですけど、全然ついていけなくなりそう、もうすぐはい、ということでね、残り時間があと8分あります。8分間あの私とおしゃべりをしたいよって方いらっしゃいましたら、あのぜひとも書いてくれたら読ませていただきたいと思います。マチオのマイブームは、マチオはね、なんだろうな、マイブーム最近ない、あんま、でもそれこそ最近そう、あのも目的があって歩いてるんですけど、そうそうなんですよ、それがなそれかな。東京ドーム行くよって、ありがとうございます。東京ドームってどれぐらい広いんだろう、なんか調べたんですよね、この間。そしたら敷地的には名古屋ドームだったかなが一番広いんですけど、あのお客さんの入る人数が東京ドームが一番多いそうで、そうだからすごいね、見ぐりとかでも皆さんが見える景色がすごいと思うよっていうのをたくさん教えてくださったので、あの目に焼き付けたいなって思います。東京ドーム行ったことはあるのかな、東京ドームシティは行ったことあります違うか、うん、最近はね身長はね、わかんない、私身長伸びたのかな、測ってないんですよね、しばらく。うん、耳赤いよってすごい言われる、耳赤いの耳赤いの許してください。167センチかな多分、まだなんかね、そんなに思ったより私大きくないみたいです。あのでも、あそうだ、これ話そうと思ったんだ、あのアンダーライブので滑走路をねやらせていただいたんですけど、あの最初のフォーメーションがランジさんがいらっしゃって、あのなんだろう、こちょっとひし形っぽくなってて、でその0番真ん中のセンターのところにランジさん、マーヤさん、私がすごい1列ずつ挟んで、だから何列ぐらいあったんだろう、5列ぐらいあって、私が一番後ろの列のその真ん中にいたんですけど、その映像を見たんですね、あの客席の後ろの方から見てるリハの映像も本番の映像も見たんですけど、あの私見えるんですよ、顔がすごい大きいんです、そうで私こんな大きいのって思ってちょっとびっくりしちゃって、そう、そんなになんか遠近法とかあるじゃない、なんか見えるのよ私ちょっとびっくりしちゃったとか、 MC のなんか話してる引きの絵とかもその本番の映像とかをリピート配信で見てたりとかして、なんか大きいんですよ、そうびっくりしちゃった、なんかもうこの人背高いなって思った大体自分でびっくりしちゃいました。そんな私大きいのかしらっていうね、びっくりしちゃいましたはい、うん、受験応援してほしいです。頑張ってください。そうですね、もう受験の季節なのか、頑張ってください、応援してます。あ、4期生だと多分一番大きいですね。 J
全体だと3番目2番目ぐらいかな。うん、そう、大きいですよね、なかなか。あとなんだろうな、カッキーよりね1センチぐらい。でも並んだ背中合わせして、あの背比べをしたんですけど、そうしたらちょっとだけ、でもどんぐりの背比べぐらいの誤差です。それぐらいでしたね。今日ね、今日何食べたっけ。今日はラテを飲んで、待って、思い出すラテを飲んで、なんかちょっと名前が思い出せないんですけど、美味しい、なんか中にシチューみたいのがあってみたいな食べました。そう、ラテは飲んでますね、いつも。夜ご飯どうしようね。夜ご飯何がいいと思いますか。夜ご飯モカではないの、ラテです。最近ディズニープラスでね、あれ見ました、あのオラフが送る物語っていうのがあって、オラフがいろんなあのディズニーの映画のあの作品をあの一人で劇場する、あの面白いですよ、見てください、見てほしいです、すごい面白い、なんかオラフだからできることって感じ。可愛かったし面白かった。あ、スクショタイム、じゃあなんかしましょう。あ、今日時計なんてつけちゃってるんです、あんまり読めないくせに。ピース、ポーズが分かんない。はい、スクショタイムってすごい久々にやった。どうしようかな、あとね2分。ゴールド、あ、そう、私シルバーが好きなんですよ、こういうアクセサリーだけど、このね時計がねゴールドなの、ここが、だからこの時計をするときはゴールドにしてます。そう、あとねバッグの金具もゴールドだったりすると、シルバーだったらシルバーだし、ゴールドだったらゴールドに合わせてます。そう、さすがおしゃって、ちょっと小バカにしてます。そんなことないですよね。はい、じゃあエンディングの時間だって、早いですね、今日早い、早いって殴られたら痛そうって、殴んないですが安心してくださいね。はい、の曜日水曜日終わりのお時間です、ありがとうございました。次回のの曜日の配信時間は決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせします。はい、明日はつつつことあやちゃんですので、皆さんお見逃しなくお願いいたします。私も見ますね、あやちゃんの返答が知りたいので。はい、それでは今日のお相手は、あとね12秒ある、あと10秒ある、今日のお相手は松尾美優でした。バイバイ、またね。